桜マナセカンド、そしてゆなちゃんセカンドが始まりましたわーい、ゆなちゃんありがとう。さっきはちょっといろいろとね踏み込んじゃってごめんなさいあのいいとこはカットしてもらえてると思うんで、はい、皆さんぜひそちらの方もご覧いただいて、ね、見てほしいです。後編もお邪魔いたします。あ、本当にありがとうございます。お越しいただいて、ちょっと前回は急にあのガーシーチャンネルっぽくなっちゃったからちょっといろいろね、ゆなちゃんとの思い出振り返れなかったなと思ってごめん、私間違えた歩み寄り方、すっごい鋭かったですもん、目がもうそれでみたいな。誰なの？ゆなちゃんもかなりにらみ聞いててこれ。ナナさんはめっちゃよかった、私たちフリースタイルしてた。そうですね、うん、ちょっといい感じでバトれたと思うんですけど、はい、今日はねちょっと穏やかな、はい、もうゆなちゃんちょっと安心してください。本当ですか、はい、ゆなちゃんのことをたくさん聞きたいという回なので。私のこと、はい、はい、だってね、ゆなちゃんもうデビューしてもう5年、うん、そうです、5年目ですね、うん、早いよね、あっという間だよね。早いです。でもマナさんはもう11年目ですよね。すごい。いやでも以上、私覚えてるんですよ、ゆなちゃんが初めてこう、あの話した時のこと。え、覚えてますか？私めっちゃ気を取ってませんでした？え、全然、なんかすっごいえ、なんかこんな可愛い子が AV 業が来るんだみたいな衝撃があったのと、あとなんかやっぱり初期の頃と今のゆなちゃん、やっぱちょっとイメージ変わってきたじゃない？違いますね、そう、確かに。そう、でゆなちゃんデビューした時はどんな気持ちで入ってきてたのかなっていう。あ、まあ、でも私は本当にそのマナさんと多分似てるんですけど、志願兵みたいな感じでやりたくて入ってきたタイプの人間で、まあ、今マインズっていう事務所にデビューからお世話になってるんですけど、はい、マナさんの事務所だったんだっていうの入ってから気づいて。え、そういうパターンあるんだね。そうなんです。選んで入ったんじゃなくて、なんかこう教えてもらって行ったとこがってことですね。そうなんですよ。私の知り合いが多分その私にぴったり合う事務所があるから、そこに行きなさいって連れてかれて、本当私は最初ビクビクしてて、AV の事務所ってなんか怖い、ね、怖いと思って、もうすぐ逃げられるように宇野口で行こうかなみたいな。やばい、身構えてたんだね。身構えてたらもうめちゃくちゃなんかね綺麗な感じのね、で女性のスタッフさんもいて、すごい穏やかな感じで、もうなんかよろしくねこれからみたいな感じになって、いいんですかみたいな、合格ですかみたいな、結構あっさり決まったみたいな。そうなんですよ。ですごい聞いてたら、好きな女優さんとかいるのって言われて、その時私は上原愛さんとか、さくらまなさんとか、やっぱ知ってる女優さんを挙げてったら、あ、全員マインズだよ、うちだよって言われて、すごい、マジですかってなって、で、あ、もうここに入りたいって思って。へー、うん、でも案内人みたいな方いるんだね。ちょっと面白いね、そのパターン。そうなんですよ。そう、だってさ、そのあんまり知らなかったわけでしょ、業界のことって、はい、何も知らなかったですね、うん、デビューした時ほんと結構生意気だったと思うんですよ。そんなことない。私あのね、全く逆で、ゆなちゃんが入ってきた時めちゃくちゃ体育会系の、うん、なんか慣習を叩き込まれて生きてきたタイプなのかなんかうっすみたいな感じだったじゃん。私だった時はあっ、うっすママみたいななんかこう、こういう感じだったの。めっちゃ可愛いと思ってなんかすごいとりあえずソロ、あの先輩しかいなかったから、その時にソロ、まあ、とりあえず、ね、あの部活を思い出して、一番私が新入生で先輩たちがいるからとりあえずはいみたいな、わかりましたみたいな、めっちゃ部活振りやってくれてたんだ。部活みたいでした、本当に。でも最初のゆなちゃんはやっぱさ、こう黒髪でこう、うん、また青春期少女みたいな感じだったじゃん、マフラーみたいな、こうやって。確かに。そう、急にゆなちゃんのキャラ変じゃないか、なんていうのかな、ゆなちゃんが、うん、あっ、もう自分をさらけ出し始めたみたいな天気を2年ぐらい前、そうですね、からなんか感じ始めて、うんうんうん、で今ゆなちゃんのこのスタイルがあるじゃない、はい、なんか私あれ結構好きで。本当ですか？ゆなちゃんなんか普通結構怖いじゃない。まあ確
そう今結構こういろいろ自分がしてきたこととかもさ、うんうん、なんかキャラ作りじゃなくてゆなちゃんの素の状態でこう語ってることが多い気がするっていうか、うんうん、確かにそうですね、うん、あれはどういうきっかけだったの？なんかあの最初その前に入った後に、うん、その SOD に、うん、まあその契約してもらえるよって話になってありがたいと思ってたら、うん、まずじゃあその時私金髪だったんですよ、うん、本当にあのすぐ髪の毛を黒暗くしましょうって言って、ですごいメイクもナチュラルにしましょうって言って、うん、でいいかい君は経験人数2人って言うんだよって叩き込む言われるよね言われるよそうそう、あ、これダメだって。いやでも私これ言ってますからテレビで、あのテレビで話してますからこれは。でも別にいいんじゃない？そう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 。だってさ、ね、うん、もう今となっては。今は本当それはあの違う、ごめんなさい嘘ついてすいませんっていうのはもう話してて、もう少し本当はいたんだけど、そういう風にこう清純なキャラでデビューする、うん、まあその SOD の特色でもあるんだと思うんですけど、うん、とにかく芋臭くっていうか、いやそうあの芋大事にしてた。そう何も知らない。少女みたいな感じでデビューをしたんですね、うん、で結構その、まあ、周りの大人の人のことをねやっぱ聞かないとなって思って、うん、最初デビューの1年、まあ、1年ちょいぐらいは守ってたんですよ。黒髪、うん、薄メイク、ネイルもあんましない、うん、でもだんだんこうなんか分かります、ちょっとずつ反抗していく気持ちがあります。めっちゃ分かる自分が一番のアンチだよね。そう小倉優奈っていう自分に対しての。そうなんですよ。なんかこうちょっと目の下にキラキラさせてみたりとか、うん、ちょっとこれピンク鼻なじみのいいピンクにちょっと何年ぐらいつけてもまあネイル怒られないかなとかなんかいろいろね、あのちょっとあの黒くしなきゃいけないんだけどちょっと黒に近い焦げ茶でって言ってみたりとかそういう反抗して、うん、伺いながらね、うん、そうなんですよ、ドヤみたいな、バレてるかバレてないかみたいな、そうなんです、そういうのをしてて、うん、ビクビクしながらそうしてたんですけど、まあ、ある時から自分の個性を出していかないと埋もれてっちゃうだろうなって思ったし、そもそも私が中身が全然見た目とかキャラにこう合ってってないようなこうズレが生じちゃうような気がして、しかもこう AV だったらいいけどそれ以外のお仕事が増えてきて、じゃあゆなちゃんは一体どんな子なんですかとか、うん、じゃあどういう考えを持ってるんですかとか聞かれても、なんかキャラに合わないから言えないとか、あそうだよ、ね、なんか何もできないつまんない人間になっちゃうとか思った時に、やっぱこう自分をどんどん出していきたいなって思って、うん、でも相談してしたらなんか結構なんかすぐ茶髪にしていいよとか、すぐ結構なんか、打診した結果意外とあっさり意外とあっさり、うん、いけるんかいと思っていいんかいみたいな、ね、そうですね、そっからでもいまだに結構ね髪型を変えたりとかするときはやっぱり相談とかしますけど、パパが降りてからするようにしてるけど、まあ、今は結構もう中の人と同じっていうか素を出せてるかなって思う。でも打ち破れるのすごいよね、やっぱなかなかそこ覚悟いるっていうかさ、うん、でも生きづらさもあるもんね、やっぱり売り出してる自分の姿と、ね、なかなか釣り合わないって感じた時、うん、結構ゆなちゃんみたいに潔くその、まあ、ある種路線変更みたいな形を取る人ってあんまいない気がして、あなんかいいなと思った、その開拓者になってるなと思った。本当ですか？私はこっちでしたみたいなじゃじゃーみたいなえ、マナさんはどうなんですか？ちなみに結構デビューの時からでもショートカットで、うん、そこまで私的には変わった感じはしないんですけど、うん、私はだから多分その売り出そうとしているキャラクターと自分がそこまでなんか離れてなかったんだと思うんですね。なんていうのかな、その時まだ18か19ぐらいだったから、うんうん、なんかこう柔軟に対応できるスポンジっぽいというか、やっぱ大人になるとだんだん自分が分かってきて、うんうん、自分っていうのはこういうキャラなんだ、自分っていうのはこういう人間なんだって固まっていくけど、その時期はなんか自分が何者なのか正直よく分からなくて、うんうん、だから周りがあ、まなちゃんはこういう子だよって言われたら、あ、私はこういう子なんだみたいな、うん、だから売り出された形と自分っていうのがなんかその違和感がなくて、うんうん、でも私もゆなちゃんと同じように反抗してる時期はあった本当ですか？ちょっと爪にクマとか、今ハリボー乗せてるんだけど、かわいい、これは前クマ乗せたことあったんで、うん、デビューしてた時、うん、だこのクマはこんなクマ乗せるなって
なんか着てる時に気になるだろうとか、いろいろ怒られて、私こっちじゃないごめんなさいとか、うんうん、髪の毛もちょっと明るくしたら、うん、なんだこの色はみたいな、うんうん、怒られたりもしたし、でもまあ多分一番自分に似合う姿っていうのは自分がいや、いろいろ試しながら見つけていくものだなっていうのも感じて、うん、そうですよね。多分今落ち着いてる時期なのかな、ゆなちゃん的には。私はそうですね、もう落ち着いてますね、うん、と思いますけどね。でも私もなんか爪にいろんなの乗っけちゃってます。すごい、これ 何が乗っかってるの？これはぷくぷくハート、ぷくぷくハート。なんか春だから、そう春だからね、暖かくなってきていろいろつけたくなっちゃう気持ち。なんかこうやりたくなるね。そうそうそう、なんかいじりたくて。そうそうそう、やっちゃう、やっ、その気持ちちょっと分かってほしい、分かってほしい。めっちゃ私怖い人みたいになってるから。ああ何も言ってないのに。もう目が怖いな、目が怖いんですよ。お母さんに怒られてるみたいな。お母さんみたいな。ちょっともう聞いてりゃ、黙って聞いてりゃさ。好き放題言って。でもどうですか、毎夜ね、もうずっとこうゆなちゃん見てきたわけじゃないですか、うん、そうね、うん、とにかくまあ顔が可愛いし、うん、キャラがすごくいいっていうのあるけど、今輝いてるよね、うん、輝いてる、楽しそう、なんか今の方が、うん、シャインって感じ、うん、なんか前まではその黒髪の仮面をかぶらさせられたゆなちゃんみたいな感じだったけど、うん、なんか今のおぐいなはおぐいなっていう感じで、うん、すごくいいなと思います。でもその茶髪にしたいっていう風になった時に、事務所が大丈夫ってなってたんだけど、うん、どちらかというとメーカーがあ、いいんじゃないですかみたいな感じだったんだよね。そうじゃあメーカーがそう言うならみたいな感じで、こうだんだんこうキャラ編に成功してったっていう。なるほど、あ、そういう変遷があったんだ、うん、あと時代もあるかもしれないね。なんかマナちゃんがデビューした10年前は黒髪とか髪が暗い方がいいって言われてて、うんうん、そっちまで売れるみたいな、うんうんうん、だからマナちゃんがちょっと茶髪にした時とかみんながうわダメだってなってたじゃん。あーってなってました。カラコンでかい売れるなーみたいな。怒られてたよく。カラコン売れないですダメだーみたいな。あーでもそうですね、やっぱ10年とか5年とか全然違うね。全然流行りも変わるし、可愛いの基準も変わるから。そう、今逆にもう髪の毛真っ黒って流行んないから。確かに、だって AV のパッケージでピンクとか青とか髪の結構いるじゃないですか。結構今思いよね。昔だと全然もうありえないみたいな。確かに、奇抜すぎるみたいな感じだったから、ね、当時ってもう AKB すごいみたいな感じだったから、うん、やっぱりあの清楚、清純系っていうのがメインだったけど、うん、今はどちらかっていうとちょっと茶色い方が、うん、軽い方がなんか美少女に見えるみたいなのがあるかもしれない。確かに、なんかとやかく言う人減りましたよね。とやかく、確かになんか言い方悪いよ。わかる、わかる、わかるじゃないよ。ちょっとそんなこんなで、ちょっと私の持ち込み企画じゃあやっていいですか。え、あるんですか、最後に。え、すごい。後編にね、うん、ガールストークプラスちょっと一個今日ゆなちゃん来たらやりたいなと思ってたことがあるんですけど、はい、過去、まなちゃんの ASMR がすごい結構好評だったんですよ。なんかね、ずっと伸びてるの、あの動画。そうなんですよ。で、その中で特にあのチュッパチャップスを舐めてるまなちゃんがいいっていう、チュッパチャップス編だけやってほしいみたいな。すごい、イメージ DVD みたいじゃない。確かに、まなが舐めたるそう、なんで今日せっかくゆなちゃんが来てくれたので、はい、2人でどっちがセクシーにチュッパチャップス舐めれるか選手権。そりゃあまだ動画できますよ。いやゆなちゃんはだってドエロじゃん。いや魂からしてドエロでしょ。いや、まださんはだって何年やってると思ってるんですか。いや大先輩じゃないですか。何年10年やってたからってエロくなるわけじゃないんだ。いやもうエロだもんね。エロいもんね。これ何の時間私の中では、うん、あの鬼越さんみたいな喧嘩とかやりたかった。やりたかった。デーデーしちゃった。うるせえなってやりたかったんでしょ。うるせえほら、まなちゃん切れるのあんまり上手じゃないから。浮いてないってなったじゃん、この前それ企画で。致命的なんて本当に。はい、あ、でもちょっとゆなちゃんとエロいことするのなんか緊張して楽しみだな。今からちょっとセッティングして、はい、今日はあのですね、このゆなちゃんが来てくれるっていうので、いつも、うん、あのまなちゃん一人でやってるけど大掛かりになってるので、いつもより、はい、スタッフさん今3人いらっしゃいますので、私以外に、はい、3人が投票し
して、どっちがエロいか決めたいと思いますので、いざ勝負勝負。はい、じゃあお待たせいたしました。まずは先行小倉優奈、1分間 ASMR 飴の絵、よーいスタート。シュール。それでは選手交代、高校さくらまな ASMR アメナメ、よーいスタート。いや、あれちょっと、ん、衝撃の点。じゃあお二人とも ASMR お疲れ様でした。いやー、セクシーでしたね。セクシーでしたね。どうセクシーでしたね。マナさんもなんかもうエロの先を行っちゃってましたね。あ、やっぱちょっとそう、ごめんね。歯は大丈夫ですか？歯はね、大丈夫だ。奥歯が強いの、私、本当に。奥歯が強い。本当に。パワーワード。いや、もうね、だいぶ鍛えられ。やっぱちょっと長くね、うん、仕事させてもらってるじゃない。そうですね。ここよ、ここ。なるほど。違いは歯。歯の違いね。歯の強い。でも、待ってください。あれはより歯が強い人は誰かを決める選手権じゃないから。え、そうやったんですか？そうですよ。え、ごめんなさい。はい。話聞いてましたか？そうだね、ちょっと一瞬帰国する人なんで、ちょっと気抜けてました。スタッフさん3名いらっしゃるので、はいはい、まなちゃんがいいと思う、セクシーだーって思った人はっていうあげてもらって、おぶちゃんだーっていう人は左手を上げてもらいますので、はい、私たちから見たら逆だ。そうです、2人ちょっと目をじゃあつぶってください、はい、さあ、じゃあいきますよ。あー、ドキドキすんな。じゃあ、さくらまながよりセクシーだと思った人、わかりました。小倉優奈がよりセクシーだと思った人、はい、気配で分かってる。空気の動き方で空気揺らいでるから。やだやだ、目つぶる意味。はい、じゃあ目を開けてください。結果出ました。よりアメをセクシーに舐めてたのは小倉優奈ちゃんです。イエーイ。結果、小倉優奈3票、さくらまな0票。0票。あ、審議審議。
かった方選手権ちょっとやってます。それはもう全票桜庭です。そうですか。はい、うわやっぱりゆなちゃんのエロさには勝てんな。はい。というわけで全世界が注目する桜庭のセカンドどっちがエロいか ASMR 選手権の。覇者として、はい、はい、ちょっとインタビューさせていただきます。どうですか？ちょうどそうですね、ここにありましたので、はい、私の相棒に感謝しつつ、はい、はい、舐めろって言われたら舐めるのがいいんだなっていうふうに思いました。なるほど。歯が強いのは羨ましいですけど、あ、やっぱなるほど。言うこと聞きましょうということで。そうだよ。言うこと聞かなきゃダメだね。私たち言うこと聞かないとダメですから。確かに、はい、これからも言うこと聞いてこうね。そうですね。それではゆなちゃん本日もお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てね。ありがとうございます。セカンド。セカンド。優しい。